日本、アメリカ、韓国の合同演習の傍ら、竹島南方の日本の排他的経済水域内で、韓国側未同意の調査活動を強行しているという情報がありました。今回は、韓国の竹島沖での巡視船の動きについて見ていきます。韓国が強制的に竹島を盗んでいる状況は、日本国民としても心が痛いところ。ムン・ジェイン政権みたいのがまたできたら、日本もアメリカも呆れるよね。ぜひ最後までご覧ください。韓国では、2022年5月、現在のイムスツエツ・ユンソンによる政権が誕生しました。それまでの文在寅・ムンジェイン政権の新中国及び北朝鮮との融和的な政策から脱却し、安全保障面でのアメリカへの回帰が明確になっています。これに気を良くしたのか、アメリカを唯一の同盟国とする日本との関係も、イン政権が誕生した直後は、これまでの反日的な動きが緩和されるのではないかと期待する声も多かったようです。確かに前、文政権に比べると、現、ユン政権は、反日的な動きや政策を改めてきていると感じますが、未だに排他的水域をめぐってのトラブルは、現在進行形で発生中と言わざるを得ません。今も、韓国側が不法に占拠し、実効支配している竹島、韓国名、独島周辺の海域を管轄しているのは、海上保安庁の第8管区海上保安本部ですが、同本部によれば、竹島南方の日本の排他的経済水域内で、韓国側が、未同意の調査活動を強行しているとのことでした。今回のケースですが、2024年6月6日午後6時頃から6月8日の午前5時半過ぎまでの間、竹島からおよそ 69km にある南方の日本の排他的経済水域内で発生しました。韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属する船舶の船ヘヤン2000が実施したとみられます。この期間、当該日本の排他的水域内において、韓国国立海洋調査院に所属するヘヤン2000は、ワイヤー状の器具を海中に投下し、何らかの調査を行ったと推測され、発見した海保の第8管区海上保安本部巡視船が、無線による警告を発しそうです。日本の見解としては、当該海域は日本の排他的経済水域内であり、韓国側から、事前に、日本側に了解を得ていない調査活動は黙認できないので、海保の第8管区海上保安本部の巡視船は、直ちに、その行動を中止するよう継続して、ヘヤン2000への警告を行いました。しかし、こういった日本の巡視船からの無線による中止警告を、韓国のヘヤン2000は無視、発見から、およそ1日半もの間、当該海域でのワイヤー状器具による調査を継続し、ようやく韓国海域へと戻ったとされます。第8管区海上保安本部からの同事象発生報告を受けた政府は、外務省のナマズアジア大洋州局長が、在日韓国大使館の次席公使へ、未詳中間公使が、韓国外務省へ抗議を行ったようですが、現時点では、韓国側からの声明等は確認されていません。試験ですが、こうした事態の発生に、海上保安庁が、現場で情報を収集し、内容を各関係省庁に報告、内容確認の上で、政府が対応を決定し、外務省を通じて、相手国、今回の場合は、韓国に抗議するという、当たり前の対応を行ったと思います。しかし、現在に至るまで、韓国側から、何の説明もないという時点で、こういった問題を見るにつけ、本質的な意味で、日韓関係が、少しずつでも、前向きな方向に変わってきているとは、全く感じられません。韓国で、2022年に現、イン政権が誕生した際、日本の一部の大手マスメディアにも、日韓関係改善に期待するという論調が散見されましたが、こういった楽観論は禁物だと思わざるを得ないようです。自分たちに、都合のいいことだけを取り上げるのが、日本のメディアの良さであり、甘さですよね。今回も、問題の中心となった、韓国政府機関である国立海洋調査院に所属するヘヤン2000は、これまで、過去複数回、同様な行為を繰り返し行っている船舶ですから、政権交代が起きたとしても、韓国側の対応が劇的に変化するとは考えにくいのです。前回、
この平安2000は、2022年8月、竹島の北東方面海上のおよそ 100km の位置にある日本の排他的経済水域内で、今回と同じく、日本側に事前承諾を得ることなく、ワイヤー状器具を海中に投下して、何らかの調査を実施しています。さらに、この3ヶ月前の5月にも、この船は、同じように、日本側に、事前の承認を得ていない調査と思われる活動を行っているのです。つまり、こうした事案の常習戦というわけです。もちろん、発生のたび、日本政府は抗議を行ってはいますが。しかし、いずれも、今回と同様、韓国側からは、何の説明もなかったと記憶しています。そう考えると、韓国としては、竹島を実効支配していることもって、その周辺海域は、日本の排他的水域と見さしていないと考えるべきなのでしょう。日本政府のスタンスは、韓国が不法占拠している竹島にしても、ロシアが不法占拠している北方四島にしても、日本固有の領土であるという姿勢を崩してはいませんが。全く有効な交渉にはつなげることができていないのです。外交能力の貧しさということなのでしょうか。不甲斐ないとも思われるこうした現実を鑑みれば、今は日本が実効支配し、海上保安庁が専従警備体制を敷いて警戒を続けている尖閣諸島についても、今後、万が一にも中国の上陸を絶った一度でも許してしまえば、竹島や北方四島と同じ状態になる可能性は非常に高いと危惧する意見も多いのです。尖閣諸島に関しては、かつては台湾の活動家らが上陸を敢行した事件もありました。今後、中国の同様の行為を見逃してしまったら、事実上の中国領とされてしまうことは明白だから、絶対に阻止すべく対処すべきだという、いささか過激な声も聞こえてきます。尖閣諸島をめぐる日本と中国の情勢が年々厳しさを増す中、沖縄本島の大手マスメディアは、太平洋戦争での凄惨な地上戦の歴史を忘れることはなく、どうしても反米に傾くと、中央の人間から批判されることがありました。こうした勢力の代表とされる玉城氏が沖縄県知事でした。アメリカ軍基地移転問題など難しい舵取りをしていた人物ですが、中央の人間からは、目の上のたんこぶと思われていたようですね。2024年6月の沖縄県議会議員選挙で、玉城知事の勢力は過半数を獲得することができなかったのです。この結果に開催を叫んだ中央の人間も多かったことでしょうね。定数48名の沖縄県議会における改選前の玉城知事の支持勢力は半数の24議席でした。しかし、改選後には、反玉城知事を掲げる自民、公明の国政与党と日本維新の会合計で、28議席と16年ぶりに、過半数を大きく上回る結果になったのです。玉城県知事の支持勢力は、20議席を獲得したのみでした。沖縄本島で根強かった反アメリカ、新中国路線の政治状況に、県政の変化を求める世論の高まりの表れという論評が多かったようですね。韓国の話をしましょう。2018年12月20日、能登半島沖の日本の排他的経済水域内の日本海上で、韓国海軍のミサイル駆逐艦のヒロヒラキ土田洋が、海上自衛隊の P-1 哨戒機に火器管制レーダーを照射したという事件がありました。これについて、日本側は、一貫して、ヒロヒラキ土田洋が火器管制レーダーを照射したと、当時の映像や音声を公開して主張、韓国側に、適切な説明を求める動きを再三行いました。しかし、韓国側は、主張を二転三転させた挙句、結局、この件をうやむやに葬ったという感が拭えませんでした。しかし、最近非公式ながら、韓国の一部の軍人らが、前、文大統領から、当該事象の隠蔽工作を行うよう指示されたと認めたという報道があったのです。非公式であっても、韓国の軍人の一部から、こういった声が上がったということは、当該事象の発生後に、ヒロヒラキ土田洋が、そのような行為を P-1 哨戒機に行った理由への日本側の推察が、おおむね正しかったという証明と考えられるとされます。日本側では、
当時、広平木土大王は、北朝鮮に便宜を図るため、脱北者が乗った船舶を捕らえて送り返そうとしていたのではないかと推理されていましたが、これが正しかったという声も多いようです。韓国と日本の間の長年の領土・領海問題に、新たな火種を投じることとなり、地域の緊張を高める要因となっています。また、この問題は、ただの一時的な出来事ではなく、繰り返されている行動の一つであり、今後も、このような問題が再発する可能性があります。このため、日本政府は、さらなる警戒と対策を強化する必要があると言えるでしょう。皆さんが、この動画を通じて理解していただきたいのは、国際関係においては、しばしば歴史的な背景や現行の政治状況が複雑に絡み合っていることです。そして、これらの問題がどのようにして平和的に解決されるかが、今後の地域の安定にとって非常に重要であるということです。次回の動画では、この状況がどのように展開していくのか、また、どのような対策が取られるのかを引き続き追っていきたいと思います。今日の動画をご視聴いただき、ありがとうございました。コメントでの議論もお待ちしておりますので、ぜひ意見を共有してくださいね。それでは、またお会いしましょう。三菱重工のスペースジェット開発計画中止に伴って、そのスペースジェットチームが F3 戦闘機開発に参加したと聞きました。かつて期待された国産ジェット旅客機、スペースジェットの開発が、なぜ中止に追い込まれたのかまた。今回は、この事態によって、F3 戦闘機開発に加速がつくのか、国産旅客機をなぜ断念しなければならなかったのかについても見ていこうと思います。三菱スペースジェット MSJ、旧称 MRJ、三菱リージョナルジェットとは、三菱航空機が開発を進めていた国産ジェット旅客機です。この企業は、かつて三菱重工業の子会社でしたが、2023年2月7日に開発中止になったのです。三菱重工業の見方としては、国が機体の安全性を証明する形式証明 TC を取得しても、将来的には事業として成立しないと判断したのでしょう。今後も数千億規模の投資は必要になると見られていることもあり、事業継続はかなり難しいとし、撤退を決めたと思われます。つまり、労多くして報い少なしということ、簡単に言えば儲からないと理解したのですね。2020年10月30日、三菱重工業はスペースジェット開発を凍結と宣言しましたが、その際、一旦立ち止まるとしていましたから、開発を完全に断念するには未練があるのではとも推測されています。MRJ 開発には、これまでに、少なくとも、約500億円もの公的資金が投じられているだけでなく、国内でのローンチカスタマー、購入が決まっている消費者である、全日本空輸、ANA、NH などを傘下に持つ ANA ホールディングスの発注があります。確定している分だけで、15機とオプション10機で、最大25機の発注があるそうです。また、日本航空は、32機すべてを確定発注で契約しているので、各航空会社への保証対応も必要になるのです。ですから、なんとか開発を継続し完成させようとしましたが、それらの売却収入があったとしても、それ以上の損失を出さないために、ついに諦めたと理解されているようです。三菱のスペースジェット開発について振り返ってみます。
2002年平成14年に経済産業省が提案した30隻から50隻クラスの小型ジェット機を開発する案に沿って計画されたのが環境適応型高性能小型航空機でした。それに対し、同時に発案された50人程度の小型航空機用ジェットエンジン環境適応型小型航空機エンジン MRJ 開発計画とともに、国内の機体メーカー3社、三菱重工業、川崎重工業、富士重工業の提案が発端となったそうです。日本には、かつて、国産のターボプロップエンジンによる50隻以下の優秀な小型プロペラル核機 YS-11 がありました。地方空港で活躍していた機体です。今でも、名機として定評があるそうです。しかし、1990年代後半、カナダのボンバルディアとブラジルのエンブラエルが小型のリージョナルジェット機 RJ 開発に成功しました。YS-11 などターボプロップエンジンを持ったプロペラ機と比べると、客室の騒音は少なく、スピードも速いなどメリットが多く、やがてジェット機が世界の中小エアラインに引っ張りだこになったのです。また、もう一つの理由があります。アメリカなどのエアラインは、パイロット組合が雇用確保のため、各エアラインに50隻以下の RJ 機を一定数以上保有することをエアラインに要求。エアライン側は、RJ を使わざるを得ないという事情があり、このクラスのターボプロップル各機の販売数が急激に低下することになったのです。事実ヨーロッパ、アメリカの航空機メーカー6社のうち、4社が、2000年代初めまでに旅客機事業から撤退しました。こういった状況の中、経産省は、RJ 市場がさらに拡大すると予測して RJ 計画を立案しました。それにいち早く注目した三菱重工業が応募したわけです。経産省は2003年4月7日、RJ 開発プロジェクトの窓口、新エネルギー産業技術総合開発機構に航空機メーカー各社を招いて説明会を実施し、参画を希望する企業を募集したところ、計画案を提出したのは三菱重工業1社のみだったのです。1社しかないのでは即決ですよね。5月29日、三菱を主契約企業として、富士重工業、現、スバルと日本航空機開発協会、JADC が協力することになり、MRJ 開発計画が始まったのです。具体的な担当は、富士重工が、主翼などの開発で、10% ほどの工程を請け負い、機体開発は、宇宙航空研究開発機構、JAXA と東北大学が協力。経産省は、2003年、平成15年、と予算に、研究開発費として10億円を獲得し、環境適応型小型航空機エンジンの研究開発については IHI が受注したのでした。その後、日本航空が30機以上の MRJ の発注を公表、全日空も25機うち10機はオプションの発注を公式発表したので、MRJ 開発はいよいよ本格的に動き出しました。日本航空と全日本空輸の発注を受けた三菱重工業は2008年3月28日に MRJ 開発事業化を発表しました。4月1日付で MRJ 開発専門事業者として設計、形式証明取得、調達、取得、カスタマーサポートなどを担当する 100% 子会社の三菱航空機を設立したのです。当初の予定では MRJ 初号機の初フライトを2011年、納期は2013年でしたが、胴体と主翼部分の設計変更を理由として、2009年9月に初号機納入を2014年の第1四半期に延期しました。また、2012年4月には MRJ の開発並びに製造作業の進捗が大きく遅れていたため、試験機初フライトを2013年度第3四半期とし、量産初号機納入は2015年度後半に延期せざるを得なくなったのです。とは、現 MRJ に対する世界の注目度は高く、アメリカのスカイウエスト航空からは100機の大型発注があったので、計画は順風満帆という見方が多かったようです。しかし、2013年8月、装備品の安全性を担保するプロセス構築が、想定より時間が必要になったため、
試験機初フライト予定を2015年第2四半期、初号機納入予定を2017年第2四半期に変更するという3回目の計画遅延を発表することになりました。その後、2014年10月18日には完成機がリリースされ、2015年1月28日、三菱航空機は日本航空と MRJ32機の購入正式契約を締結したと発表されました。日本航空へは2021年に納入開始予定との発表もありました。11月11日の MRJ の初フライトは見事成功し、19日には2回目、27日にも3回目の飛行試験が実施されました。しかし、2015年12月16日、三菱航空機から発表がありました。試験工程から量産初号機の納入時期までの全体スケジュールを精査した結果、納入延期というものだったのです。12月24日には、納入延期の全体スケジュールを変更し、量産初号機の納入時期は、2017年第2四半期から、1年ほど先になるということが明らかになったのでした。その後も、設計変更が必要になったので、2017年1月20日には、5度目の納期延期発表となりました。そして、開発の成功に疑問が提示されるようになった頃、6度目の納期延期が、2020年2月に発表されたのです。延期となったら、信用を失いますね。三菱航空機及び三菱重工業の MRJ 開発への投資は、なんと、6000億円以上にも、及び損失が膨らんでいました。三菱側は、ここまでの受注機数では採算が合わないと判断、2023年2月7日、MRJ 開発を中止すると発表に至ったのです。三菱重工業は、今までスペースジェット開発で得た、設計ツールやシミュレーションツール、検証ツールなどを再整備、航空機開発の知見を、日本、イギリス、イタリアの3カ国で共同開発を進めている次期戦闘機開発に生かすと述べています。開発担当だった三菱航空機は、正式に開発が中止されたことによって、三菱重工業に資産を移管して生産することとなったのでした。2023年4月25日には、称号を MSJ 資産管理株式会社に変更、会社の生産に向けて協議中とのことですが、これまで、少なくとも、500億円もの公的資金が投じられてきただけでなく、ANA ホールディングスや、日本航空などと確定発注契約しているので、こういった企業への保証問題が残っていることを忘れてはいけませんね。まさか、これ以上の公的資金投入で援助ということはしないでほしいものです。国の財布は有限ですよね。一方で得られた技術やノウハウは、三菱重工業が、国際的な戦闘機開発プロジェクトに貢献する基盤となりました。日本、イギリス、イタリアの3国共同で進行中の F3 戦闘機プロジェクトは、これらの経験を活かして、より高度な航空機の設計と実現を目指しています。これにより、三菱は、航空宇宙産業における日本の地位を不動のものにし、新たな領域での成功を目指しています。今後の展開に、どうぞご注目ください。海上保安庁が新たな一手として女王型巡視船の建造計画を発表したとの情報をキャッチしました。今回はそんな最大級の巡視船建造計画開始を詳しく見ていきますね。それにしても3万トン級200メートルは前例がないようね。
南西諸島の島民1000人を一気に輸送できるとして建造される。台湾有事は、日本有事と認識されつつありますし、尖閣警護に、新たな一手として、海上基地下での使用もできますよね。最大の巡視船は、まさに出雲や、日向、波に災害でも活躍です。日本の防衛予算といえば、今や、最大の仮想敵国となり、軍拡路線を推し進める中国に対抗する必要上から、2023年度分より大幅な増加へと舵を切り、2027年度までの5年間の累計で、総額43兆円規模にまで拡張される予定となっている。このレベルまで防衛予算が増加すると、太平洋戦争の終戦後の日本において、それまで、不分率として、対 GDP 比で 1% 以内とされていたものが、NATO 加盟国の目標ともなっている同 2% に達することにもなる。こうした防衛予算の増額と、それに伴う装備等の強化の傾向は、有事の際の自衛隊の前に対応を担う海上保安庁の予算についても、正比例しているともいえ、海上保安庁の来年の2025年度予算の概算要求額も、これまでで最も多いおよそ2935億円となることが公表された。この2025年度の海上保安庁の概算予算額は、今年2024年度に比すれば、1割以上の増額となっており、今年2024年年初に発生した能登半島沖地震のような自然災害への対応力の強化や、日本の海を守る警察権行使の強化にも充当する方向が打ち出されている。陸海空の3自衛隊に対する防衛予算の概算要求の額と、海上保安庁のそれとを単純比較すると、後者の少なさが目立つ気もするが、前者は、兵装の調達や維持にも、多額の費用を要するため、致し方ない配分でもあるのだろう。そんな海上保安庁のこれまでで最も多い、2025年度予算の概算要求額のおよそ2935億円の中には、これも、規模的には、同庁がこれまでに保有している船舶の中で最大規模となる大型の新型巡視船の建造費用の一部が盛り込まれている。その額は、2025年度予算の概算要求額のおよそ2935億円の 1.2% 弱に相当する 34.3 億円ほどとなっているが、大型の新型巡視船の建造費の総額は、現時点でおよそ680億円ほどが見込まれており、海上保安庁の船舶としては、非常に高額であることが伺える。この海上保安庁が、建造を予定している大型の新型巡視船は、その船舶の規模としても、同庁で、これまで、最大のものとなることが予期されており、実に、全長で 200.0 メートル前後、相当数で3万トン前後となると報じられている。ちなみに、この2024年9月時点で、海上保安庁が運用する船舶で、最大の規模を誇るのは、2013年に就役したヘリコプター2機搭載型の巡視船である、秋津島であり、相当数で7350トン、全長で 150.0 メートル、全幅で 17.0 メートルの規模を誇る。そのため、推定値とはいえ、海上保安庁が建造を予定している大型の新型巡視船は、この現行の秋津島に対し、全長で約 1.3 倍、相当数で約 4.0 倍にも相当する規模となり、まさに、桁違いの規模感を誇る船舶だと言って過言ではないだろう。この規模感によって、海上保安庁が建造を予定している大型の新型巡視船は、少なくとも、各種の大きさのゴムボートを数十隻、ヘリコプターも、最大で3機を収容し運用する能力を備える予定とされ、人員で、あれは、最大で、一度におよそ1500名ほどが収容可能とめされている。海上保安庁としては、この大型の新型巡視船を、今から5年後の2029年に就役させることを目指して建造を行う方針であり、現時点では、まず、1隻の建造が予算化されたわけだが、将来的には、2隻目の建造も視野に入れていると考えられている。現在、海上保安庁では、この大型の新型巡視船を多目的巡視船と呼称しており、すでに、昨年2023年度分の予算の中から数千万円を投じて、同船の設計前準備段階の調査を民間の造船企業に委託、2024年の3月に書面にて、
その報告を受領しているという。この海上保安庁が多目的巡視船と呼称する船舶について、同庁はそのイメージ図も公開しており、そのイメージ図によれば、船体は底部が赤、船腹が白、上面が緑に塗装され、まだかなりアバウトな外観しか伝わってこないというのが偽らざる感想だ。しかし、この多目的巡視船、現時点で唯一の手がかりとも言えそうなそのイメージ図からは、船体の全部の甲板上には、2機の大型クレーンとおぼしき装備が確認でき、その後方にコンパクトにまとめられた環境構造物が据えられているように見える。さらに、この環境構造物の後方には、ヘリコプター2機が露天駐機されている状態が描かれており、かなり広いヘリコプター搭載用の飛行甲板を備えていることは確認できるが、発着用のスポットは、2つで3機を運用するのか否かの判断まではつかない。加えて、ヘリコプター3機搭載を謳う点からは、その収納が可能な格納庫も備えていることが予期されるが、イメージ図からは、環境構造物の後方に、そうしたスペースが確保されているのか否かの判断を行うことは難しいように思える。また、通常の海上保安庁の巡視船と、この多目的巡視船との装備の違いは、後者が、機関砲等の最低限の兵装を、任務のために搭載していることに対して、前者では、現時点でその予定はなく、従って公開されているイメージ図からも、そうした兵装は確認できない。今回、前述したように、2025年度の海上保安庁の概算予算額の一部に、この多目的巡視船の建造費用の一部が盛り込まれたことで、同船の心臓を伝える報道が、日本のマスメディア各社から一斉に報じられた状態である。しかし、すでに、今年2024年6月の段階で、海上保安庁が、この多目的巡視船の建造を起としていることは報じられた経緯があり、その時には、尖閣諸島を含む南西諸島方面の有事の発生に備えた、従来にない規模の大型船舶の建造であるとの内容が伝えられていた。こうした報道の具体的な例を挙げるとするならば、2024年9月1日時点でも、インターネット上の NHK の6月7日付の記事などが確認可能で、そこでは、この多目的巡視船の新造の目的を、はっきりと、尖閣諸島周辺海域における対応を念頭に置いたものと記述している。そこでは、この多目的巡視船は、水上を高速度で移動することが可能な高性能ゴムボートを多数運用可能で、加えて、ヘリコプターの運用と合わせ、尖閣諸島周辺海域における非常事態の発生時に、迅速な対応を行う目的だと書かれている。この多目的巡視船が搭載する高性能ゴムボートの使用目的は、尖閣諸島をはじめとする南西諸島への中国側の上陸をその機動力をもって阻止する点にあるとめされ、中国側の小型船舶に対抗する手段としての活用が想定されているものだ。さらに、この多目的巡視船は従来にないほどのその船体の大きさを生かして、他の当該地域で活動を行う巡視船群の指揮を取る、いわば司令塔的な役割を担うものと評されており、自衛隊で言うなれば、司令部を置く艦艇に相当するものと考えられる。そして、こうした尖閣諸島周辺海域における非常事態への対応に加えて、多目的巡視船は、他の有事における民間人の輸送任務や、自然災害時の対応等にも活用可能となるとされているが、後者は、あくまでも副次的な用途だと説明されているように感じられた。しかし、この記事の中でも、海上保安庁の内部においても、これほど大規模な多目的巡視船を運用することに対し、慢性的な現場の人員不足からの運用への懸念や、尖閣諸島周辺海域における非常事態への対応を前面に出しすぎるのは、中国に対して逆効果ではないかとの声もあると指摘していた。そこから、今回この2024年8月末の段階で、前述したように、2025年度の海上保安庁の概算予算額の中に、多目的巡視船の建造費用の一部が盛り込まれたことを伝える報道においては、極力、
尖閣諸島周辺海域にフォーカスしない報道が行われているように感じられる。こうした尖閣諸島という単語の使用を意図的に避けているかのような今の日本政府の姿勢や、この多目的巡視船には兵装を搭載しないとしている点から、かなり中国政府をしないようにと下手に出ている感が拭えないのではないだろうか。2025年度の海上保安庁予算を、これまでで最大の2935億円と設定し、中国の軍拡に対抗するためにも、防衛力の増強と海上保安体制の強化を図っています。特に注目されるのは、全長200メートル、相当数3万トンに及ぶ巨大な新型多目的巡視船の建造計画で、これは海上保安庁が運用する船舶としては史上最大のものです。予算の一部には、この巨大巡視船の建造費用も含まれており、計画されている船は、高速ゴムボート数十隻や最大3機のヘリコプターを搭載可能で、1500名を収容する能力を持つとされています。この船は、南西諸島周辺、特に、尖閣諸島近海での中国の挑発に対応するためのものであり、海上保安庁の指揮官として、また、多様な海上任務に対応するための重要な資源となる見込みです。今後の地域安全保障と海洋主権の保護に向け、日本政府は、この新型巡視船を核とした対応策を進めていく方針です。